海を渡る気だ。急ごう。あの島だ。あそこにいる。え、なんでわかんの？勘としか言えない。いいよ、あの島へ行ってみよう。頼られたな。はい、そこ
またか。どうだ、月見酒でもやらんか。結構だ。せっかく褒美をやろうと思ったのに面白みのないやつめ。所詮は盗っ人か。盗っ人？我が源氏をことごとく奪っておいて、盗っ人以外に何と呼ぶ。お主が揃えた6つの源氏、兜に胸当て、左右の小手と具足、そしてこれが最後の一つ。我が所持する源氏の盾よ。それもエンシェントマターか。違う、源氏シリーズだ。七つの武具さえ揃えば、欠落した記憶が戻り、我がどこから来てどこへ行くのか思い出せるはずなのだ。故に源氏をかけた最後の勝負を申し込む。我こそは伝説の剣豪ギルガメッシュ。剣闘の地は我が島。ギルガメッシュ、アイラー。
勝手に。とっと。しなかった陸地を検知しました。新たな島が実際に姿を現したんです。そうか。そこに待つのは異世界の武具と謎の剣豪。新たな島でどんなデータが収集できるのか、自分自身の抑えられない胸の高鳴りを検知。クラウドさん、エンシェントマターを巡る冒険も佳境です。引き続き世界の探索をよろしくお願いします。